ーノということで今日はコロンビアちょっとね自分で入れたかったんですけど今日なんですけどちょっと会議がねこのあと5分後とかで入れてる時間がないのでとりあえず会議の準備をしながらバーチーを入れていきたいと思います。 これのね、いいところはもうこれでね違うところ行ってもいいということなんではいょ、ということで今日はねさらっと <laughs> これだけで会議の準備してきますはい Jacob です今日はじゃーんこれ探してたのはこれだったんですけどついこの間ね、あのー、探し物してるっていう話をしてこれこれ何かっていうとこのね、iPhone からここにね iPhone のここに挿して HDMI で画面にね出力できるっていうものなんですけどちょっとねこれを使った解説っていうのをやりたくてそれでね探してたんですよでこれを見つかったのでね今日は V-ROIDV-ROID スタジオで吐き出したキャラクターまあアバターをパーフェクトシンクこの中に iPhone にある i f a c e ーキャップっていう ツールがあるんですけど、まあ、ちょっと後でねあの画面見せるんですけどそれを使ってあの画面のねトラッキング今まで、ね、使ってたのは、えー、と基本的に固定のね怒りだったり笑いだったり悲しいとかなんかそういうような固定の何パターンかある表情を表示するだけだったんですけどこれをね iPhone のトラッキングツールを使うと例えばね「しベべろう」「ん」って出してたりとか。 こうしかかだったりとかこういう風にね、眉毛を、表情をつけたのが、あと口をね、ぷくーっと膨らしたりとか、するのを、リアルに、よりね、リアルに、自分で表情付けするんじゃなくて、リアルに再現できるっていうね、そういうようなトラッキングができるので、ちょっとそれをね、僕のジェイクもちゃんにね、対応したので、それのね、解説をやっていこうと思います。本当にね、それを一瞬でできるんで、解説したいと。 思いいいまますととううことで行ってみましょう、はい、パーフェクトシンクのね説明をしていくんですけどまずね大前提としてこのパーフェクトシンクをするのに基本的に課金が 必要になります、まあ、このねワンボタンで今日は対応していこうと思っているんですけどそれを行うのにはまずね有料のツールっていうのを使わなければならないのでそこまでは高くないんですけどある程度の、ね、課金は必要なのでちょっとそこだけはね注意して聞いてもらえると助かりますはいでとりあえずまずこの V ロイドスタジオですね V ロイドスタジオでジェイクモちゃんスカジャンの方でやりますかねはいスカジャンの ジェイクちちゃんが立ち上が立上りました、まあ、これでまあ今までと一緒で、えー、と V ロイドスタジオでねキャラクターをまあ自由に作ってもらってこんな感じでね作ってもらってでそしたらえっ、ー、とこれをね VRM 形式に吐き出します VRM エクスポートを使って吐き出します で、こんな感じのエクスポート画面になるんですけど、エクスポート画面で1個気をつけなければならないのは、このポリゴンの削減っていうところですね。ポリゴンの削減。えっと、この Vloid Studio の、えっと、製品版からだったかな。今、バージョンが1.5.0なんですけど、この透明メッシュを削除っていうね、このチェックボックス、これがね、ついてる状態なんですね、デフォルトで。なので、これを、 外します当面メッシュは削除しないっていう方向ででやりますでこれで普通にエクスポートまあここら辺をね自由にやってもらってでエクスポートっていうのを行いますでもこれはねあの僕の方は対応してあるのであまあいいや、えー、とスカジャンで、まあ、試しなんでねスカジャンにということでエクスポートしちゃいます はい、エクスポート終わりました。で、そしたらもう、この V ロイドスタジオは今回使わないので、閉じちゃって大丈夫です。はい、そしたら、今度は、ちょっとね、この対応するツールを使うので、ブース BOOTH っていうね、ブースっていうサイト。ここにね、飛んでもらって、このリンクに関しては、リンクをね、あの概要欄の方に貼っとくんで、そこから飛んでもらってもいいんですけど、検索してから行く人はね、 ブースここに飛んでもらって、花スペース APP っていうので、これで検索してみてください。で、そうすると、えー、とソフトウェア、花 APPVRM のクリップを編集するアプリっていうのが出てくるんで、これをね、選択して、こんな感じのね、画面が出てきます。はい。僕、購入済みになってますけど、こんな感じでね、 このアプリを今回は使っていきます。このね、ソフトはめちゃくちゃ簡単で、VRM ね、これで読み込ませて、ボタンをね、一発を押すだけで、パーフェクトシンク化してくれるっていうね、そういうね、超便利なツールなんですよね。なので、まあ、いろいろとね、無料のソフトっていうか、自分で手付けとかもできるとは思うんですけど、これを使うのがね、多分一番楽なんじゃないかなと思います。はい。という感じで、これを。 買っってててダウンロードしてもらうっていうい流れですねということで、花 APP をね、立ち上げてみますか。はい、花 APP がね、立ち上がりました。普通にね、あのインストールしてもらって、えー、とそれでね、起動すると、この画面になりますで。そしたら、ここに先ほど作ったね、えー、とアバターの選択、これドラッグドロップでいいので、先ほど作った、えー、VRM のね、ファイル。 Vroid で吐き出したファイル、えっ、ー、とジェイクモちゃんスカジャン2ってやつですね。ここにドラッグドロップで読み込ませます。はい。でそうすると画面が変わるので、でそしたらここにパーフェクトシンク化っていうねこのボタンがあるのでこれを押すだけです。で これね、あの、男と女って出てますけど、特に今のね、モデルだと変わらないらしいですね。一緒らしいので、どっちでもいいんですけど、まあ、気分的にね、女性なので女性っていうふうに押して、はい。で、特に問題がなければ、このログっていうのが出てね、ブレンドシェイプとブレンドシェイプクリップのセットが完了しましたという感じになります。さっきの V ロイドスタジオで VRM を 出力するときにね、エクスポートするときに、透明のメッシュをね、削除してしまうと、ここでエラーが起きてしまって、うまくいかないので、もし何かしらエラーが出たら、ちょっとそこのね、エクスポートの部分をちょっと疑ってみてください。あとね、あの、古すぎたりとか、あまりバージョンが、バージョンがね、これに鼻 APP の方で対応してない v ロイドだったりとかすると、うまくいかない可能性があるので、その場合は、えっと、v ロイドのね、 V スタジオのバージョンを最新にしてもらってエクスポートし直してもらうっていうのがいいんじゃないかなと思いますはいこれでもうパーフェクトシンク化終わったので特に調節とか調節とかねしなければこれセーブを押してねえっとそのまんま出力することができますはいでちょっとねクリップの調節やってみますかはいこんな感じでもう読み出せるんですけど えとね、下の方にあるんですけどここら辺かなここら辺ブローインナーアップとかねここら辺の下の方が、えー、と実際のね、えー、とパーフェクトシンクに対応したブレンドシェイプですねこれ上の方はも、えー、ともとあるねブレンドシェイプっていう感じでこれナチュラルがこれででちょっとねえっ、ー、と 画面を見せななががらの方がいいかこの画面でやっちゃった方が分かりやすいかな。ちょっと画面大きくしてはい、こんな感じでね、ちょっと画面出してみたんですけど、これがね、iPhone の画面ですね。これが i f a c e モーキャップっていう、これもね、またリンクを貼っときますけど、こんな感じで表情を作るとあの、 目を、ね、開いたりとかウィンクしたりとかねこういうのが多用されるっていう感じですねで IP アドレスにあなたの iPhone の IP アドレスはこれですみたいなのが出てるんでじゃちょっと設定してみますかね実際にここでやってみたいと思いますで iFacialMoCAP っていうこのボタンがあるのでこれを押してここにね IP アドレスを入力していきますでコネクト はい、これでね、うまくつながりました。これ実際にね、これ、ジェイクムちゃんが動いてると思います。これで、表情を見ながら、こういう感じでね、こういうちょっとね、目がね、つぶれちゃったりとかするんで、まあ、悪くはないんですけど、そのままでも。なんかね、納得がいかなかったりとかした場合は、ここで、あの、いじってもらう。 顔をね膨らませたりとかいろいろとできるっていうねうんこれがない場合とかだとこれちょっとストップしますけどこういう風にね設定したやつだとこんな感じでねこれもねいろいろと僕はもうねすでに何ていうのこの目をこのファンとかねブリンクとか目をつぶった時にこういう風なな何ていうの 笑った時の絵になる目にになるようにこのねあの V ロイドスタジオって目がねあれなんですよねつぶった時にこう下向きのまあもちろん人間的にはそうなんですけど上のまぶただけしか動かないんであのなんていうのこういうような目をつぶった時の笑顔みたいなのが作りづらいんですよねなのでこれはねここら辺の設定 アイクローズとか、なんかそこら辺のね、設定とかをいろいろといじって、こういうとこね、ファンとかありますけど、これをね、もともとのやつをいろいろいじって、こんな感じでね、作ってます。じゃあちょっともう一回つなげますか。はい、こんな感じでね。で、これでやると何がいいかっていうと、あのー、 フェイストラッキングを PC 側でやらなくてはいい,やらなくてもい,いんですよ。で、これって無線で繋がってるので Wi-Fi でね、繋がっているので、家のネットワークがしっかりしていれば、言えばあの、iPhone 側にね、フェイストラッキングっていうのを全部任せてしまうことができて、PC の、ね、処理がだいぶ軽くなるんですよね。そこがすごく良くて、とね、こうやって口を開いたりとかあの、結構ね、自然な顔。 っていうのができる、うん口とかねこうやったりとか舌を出したりとかいろいろとできるってまあ今日ね説明するのはこれぐらいなんですけど。 どううでしょうか。すごいね、簡単に。だ目線とかもこう右とかね左とか見たりとかこういうのですごくねうんよくできてると思うんですよね。ちゃんとね顔の向きとかにも対応すると。 ちょっとね、目が飛び出ちゃったりとかするところもあるので、そこら辺とかは、あの、調整をね、各自で、ここら辺の、まあ、作りにもよると思うんで、こういうところの、あの、ブレンドシェイプっていう値をいろいろいじってもらうと、だいぶ変わってくるんで、こういうね、えっ、ー、とー、こういうのの一個一個の、 値をですねちょっといじってもらうと,っ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 とまああのうまくねいくようになると思うんでこれだけでね結構うんまあそれかある程度のところある程度の調整は V ロイドスタジオの方で行っておくとそうするとねこっち側に吐き出した時にあのー、まあこれで毎回ねこっち側で修正しているとこのね 花 APP の方で修正していると V-ROID Studio の方でキャラクターをね何かしらいじった時にあのモデルのね設定とかが変わってしまうのでまたねこっちらの花 APP であの調節しなければならないとかそういうこともあるので僕のおすすめとしてはこっちでいじるっていうよりも、まあ、こっちはね最終調整的なものをやって基本的には V-ROID スタジオでいじるっていうのがいいんじゃないかなと思います。はいどうだったでしょうか今日はねまあほにこれ買ってこれ入れてこれを押せばいいですよみたいなぐらいしかないんですけど、うん、簡単にできてねいいんじゃないかなと思います。と、はい、いう感じであのまあいろいろとね今日エイプリルフールネタみたいな感じで今日今日じゃないか。 まあ4月1日にね、えっ、ー、と、エイプリルフール、まあ、ね、昨日になるのかな、これがアップされるときってなると、2日にこれがアップされるはずなので、えっ、ー、と、1日のね、えっ、ー、と、エイプリルフールネタで、新人 VTuber のジェイクもちゃんということで、これからよろしくね、みたいな動画出したんですけど、まあ、それをね、あのー、まあ、嘘じゃなくね、なんかいろいろとやっていこうかなと、このね、モデル、せっかく作ったんで。 もうちょっとねいろいろテクスチャーとかも変えてみたいなとか思っているんですけど、うん、そういうのをあの今後ねいろいろとやっていこうと思いますので是非ねよろしくお願いしますはいでも、ね、自分でね「<laughs> こんにちは」みたいなちょっとね絵が目がねあれですけど「こんにちは」みたいな感じでやってたら <laughs> こいつ気持ち悪いなみたいなね <laughs> なりましたけど ちょっいろいろとやっていこうと思うのでよろしくお願いします。はい、ということでね皆さんもこれでね興味を持った方は是非 V ロイド使ってこの V ロイドとねまあいろいろと僕が出したやつをやってもらえば同じような形でね VTuber デビューできるんじゃないかなと思うので是非ね VTuber デビュー一緒にしましょう。はいって感じでバイ